中東から中国へのシーレーンシーレーンとは、一国の通称上、戦略上、重要な価値を有し、有事に際して確保すべき、海上交通路のことである。英語の類義語はスロックスである。もともと、海の上に決まった通行路があるわけではなく、航海が一般化するにつれて、ほぼ一定した航路のようなものが自然に形成されるようになり、そうした海上交通ルートを、 陸上の小道になぞらえたものがシーレーンである。また、シーレーン防衛上、その要衝となる地点をチョークポイントという。海洋国家にとってシーレーンの安全保障は最重要課題であり、また公益国との経済交流は相互の経済発展において不可欠である。物品の輸送路というだけではなく、シーレーンは近代から海底ケーブル網の機関をなしており、商用、 紅葉の両面で国際通信の要である。日本は四方を海に囲まれた島国であり、海岸線の長さは北方四島を含めると4842海里、つまり8 9 6 7 4 9 6トルに及び世界第7位、排他的経済水域の面積は3861.1万平方キロメートルに及ぶ。 オイルショックなどの影響から産油国との外交関係、そしてシーレーンの安定化が不可欠と感じた日本は1982年頃から外洋に伸びるシーレーン旋回離防衛構想を策定するなど日本のシーレーン防衛のあり方が課題とされるようになった。また今日において国内経済もほぼ海上交易に依存し日本の輸入依存度を見てみれば輸入量は 石油2億トンをはじめ7億5000万トンにも達しており特にエネルギーは2001年時点の主源エネルギー庁調査において国内の輸入依存度の高さは石油が99.8%石炭98.4%天然ガス96.6%原子力に至っては100%を依存している輸出はハイテク工業品だけで2000万トン 第一次産品を含めれば7000万トンにも及ぶ。こうしたことからも、日本も海洋国家の一つとして、自国のシーレーン防衛の重要性が認識されてきた。日本人の食卓に並ぶ豆腐もそばも、シーレーンのたまものと言われ、いかに日本が輸入依存度が高いかを象徴している。海上自衛隊の戦術思想の原点は、かつての大日本帝国海軍が軽視しがちであった。 シーレーン防衛にあり、対戦線、大気雷戦に重点を置いた訓練を行っている。中曽根内閣はこのシーレーン防衛に対して、次の4つの基本指針を定めた。日本列島の地性的な位置づけを、ソ連のつ -22M バックファイア爆撃機の侵入に対して、防波堤となる、不沈空母の存在にすること。日本列島を取り巻く海峡について、 完全な支配権を保持すること。ソ連潜水艦や、その他の海軍艦艇による通行を許さないこと。太平洋の防衛権を数百回り拡大し、グアム東京及び台湾海峡大阪を結ぶシーレーンの確立をなすこと。これらの点に防衛政策の軸が置かれることとし、中曽根内閣の取ったシーレーン体制を俗に、中曽根航路隊といった。ありがとうございます。